聞いていただきました。ありがとうございます。緊急事態宣言が解除されたとはいえ、まだまだ今まで通りという状態ではありません。ワクチン治療薬ができて、早くあんな時代もあったねと振り返る日が来てほしいなと思っています。最後にね、歌の方はもう一曲、皆さんと一緒に歌えたらいいなと思っています。今回はお知らせが2つ、そしてコミュニティに質問をいただきましたので、その答え、そしてお楽しみがもう一つありますので、最後まで、見てくださいね。はい、まず一つ目です。一つ目、私は、
4月に設立された株式会社出遊び小町 YouTuber 事務所に所属させていただきました。代表は手作り総合チャンネルのみーちゃん先生です。著作権の問題に矢面に立ってくださり、手作りを心から楽しみたいという思いから発足した事務所になります。ハンドメイド系の YouTuber、そして視聴者さんと交流の機会もね、考えてくださっていますので、きっとどこかでお会いできる日が来ると思いますので、はい、イベントなどにもね、ぜひ参加してくださいね。出遊び小町のチャンネルは、この動画にリンクを貼っておきますので、一度覗いてくださいね。私の、チャンネルの紹介もしてくださっていますので、はい、よかったら見てください。で、入会申し込みの受付もね、都度していますので、よろしくお願いします。はい、2つ目です。おかげさまでチャンネル登録者さんが10万人を超えました。すごいですよね。本当にありがとうございます。そしてね、先日銀の盾が届きました。はい、こういう箱にね、はい、届きました。これをね、開けていきます。もう開けてるんでね、そのまま出していきます。はい、こちらになります。ここがね、とても鏡状になってて、いろんなものが映り込みますので、今日ちょっと緊張しますけど、いろんなものが映っちゃいますので、はい、ここは天井が、今はね、天井が映っています。はい、で、名前がここに、はい、書いてありますね、はい。私用に作ってくださいました。こういうのをね、いただいて、とても嬉しく思っています。名前と10万人を超えたので、まあ、プレゼントしますというふうにね、書いてくださってます。はい、大事にね、飾っておきたいと思います。手作りの動画を投稿し始めて、7年経ったんですけれど、10万人に、達成するまで7年かかったっていうことになりますね。マイペースのね、アップなので、ちょっと道のりは長かったのかなと思いますけれど、少しずつね、登録者さんが増えて、10万人というとてつもない数に、ね、なりましたよね。10万人ってどのぐらいなのかなっていうのをね、よく東京ドーム 何倍分とかそういう表現を、されると思うんですけれど、こちらの方ではよくね、甲子園球場に見立ててね、いう場合がありますね。で、今甲子園球場に入る人数が4万8千人だそうです。昔は5万5千とか言ってたんですけれどね、整備されたり椅子席のね、改装されたりして、4万8千人が満杯状態っていうふうに聞いています。それの、まあ、倍よりまだ多いっていう形ですよね。すごい数で本当にびっくりしています。私一人の力でなくね、本当にたくさんの人に支えられた成果です。本当に本当にありがとうございました。これからもね、マイペースになりますけれど、ぼちぼちに動画投稿していきたいなと思いますので、末永く応援してください。はい、そして、これがお知らせの2つ目でしたね。はい、そしてね、今回お礼動画、このね、プレミア公開の動画を、作るにあたって、チャンネルのコミュニティ欄で質問を募集しました。それのね、答えをしていきたいと思います。質問がね、全部で12件、まあ、ダブってるのもあるんですけれど、ありましたので、順番にね、答えていきたいと思います。はい、まず、B さん、まあハンドル名を言っていいのかどうか確認を取っていませんでしたので、最初の文字のイニシャル、だけ、伝えることにしますね。はい、P さんから、おこにさんの名前の由来を教えてください。はい、おこにっていうのは中学生の時のニックネームです。旧姓から来ています。
それに誕生月が5月ですので、それを足して、オクニ5というふうにしています。で、発音なんですけれど、中学生の時はこの関西の言葉ですので、おこにおこにっていう風に下がる呼び方でずっと呼ばれてたんですね。で、YouTube に投稿するようになっては、おこにさんっていう風にこう おこにさんっていう風に、語尾が上がる言い方で呼ばれる方がほとんどなので、最近はね、もうそれにも慣れたんですけれど、中学の友達とかはおこにっていう風に呼んでいます。はい、次です。E さん、動画を配信されるにあたってポリシーというか、どのような心構えでやられているのでしょうかっていうことですけれど、まあ、気をつけていることはできるだけ分かりやすく、なるべく余計なことを言わないようにしています。世間話とか冗談を交えながらこう進めることができないので、もう必要なこと以外はなるべく喋らないというふうにしています。で、よく言えばね、分かりやすいということなんですけれど、悪く言えば、まあ、つまらないかなという感じを受けるのかなと思います。はい、次です。T さん、一番今までで嬉しかったことは何かありますかということですね。嬉しかったこと、YouTube っていうのはもう何だろう、雲の上の世界っていう感じを受けてたんですね。もう画面の向こうにはどういう世界があるのかっていうのが分からなくって、想像がつかなかったんですけれどね、まあ私の動画じゃないんですけれどね、ある動画の中で、実際にそこでお友達になった人がいるんですけれど、その人とまあここ何年かは年に1回ずつぐらい会って、いろんなことをねお話ししたり、友達ができたっていうのがね、とても嬉しいことです。はい、私の方のチャンネルのを通じても、オフ会とかイベントに参加して、私を知ってくれてる人がいるっていうのが分かった時がとても嬉しかったです。ちょっとイベントに参加した時に、隣の方が「おこにさんですか?」って声で分かりましたっていうふうに言われたりした時はね、とても嬉しかったです。はい、次いきます。K さん、編み物を始めたきっかけや編み物にまつわる思い出話などを聞けたら嬉しいです。編み物を始めたのはもう小学生の時ですけれど、母の方からね、最初はかぎ針だったかな、違うな、棒針かな、棒針ですね、昔の人ですので棒針編みをしていましたね。棒針を教えてもらいましたけれども、手が固くてね、ギシギシ言って、ちっともうまく編めませんでしたね。はい、で、なんとなく自己流でね編んだりしていました。で、YouTube に編み物動画を投稿するようになってから、改めて基本の本を読んだり他の方の動画を見たりして、それでも自己流の面がね多くなったりしています。はい、でもね、あまりデタラメなことはできないなっていう風なことはね思っています。ずっと今まで先人の方が気づいてくださったものを、めちゃくちゃにしてはいけないなっていうのがね、そういう思いはあります。で、思い出としては、私は子供が2人いるんですね。で、上男の子なんですけれど、その子がお腹にいる時にケープをね、着せてあげて退院をしたいと、それで一生懸命こう編んだんですよね、かぎ針でね編んで、出来上がったんですけれど、とんでもなく重たいものができちゃって、で結局それは使えなかったんですけれどね。で、子供が、まあ、大きくなって毛糸のものとかを着せた時にこうチクチクして嫌だって、この辺ね痒くなるとか言ったので、あと毛糸のものはねもう着なかったですね、ほとんどね。はい、はい、次いきます。 T さん、緊急事態宣言の時、何をされていましたかという質問です。
そんなに私自身は変わったということはありません。仕事もしていないですし、家にいることが普段多いので、まあやってることはほとんど同じことをやっていたっていうことになるんですけれど、緊急事態宣言の間は家族が家にいたので、まあ夫だったり娘だったり息子だったりがいた家にいて、まあ撮影ができなかったですね。でちょっと別の部屋で撮っていても、どうしても生活音がバタバタ入ったり、ドアの開閉音が入ったりして、もう撮影は何度も何度も中断しましたね。はい、同じ質問です。W さんと K さん、どのようにアイデアを作っているのですかという、質問がお二人から来ました。ものづくりはね、昔からとても好きなので、いろんな材料があるんですね。布だったりとか、ワイヤーも好きなので、もう針金もいっぱいあるんですね。種類、素材別だったり、太さ別だったり、色別だったりしていっぱいあります。そして、ビーズももうすごいたくさんあります今目があんまりもう見えないので、ちっちゃい穴のビーズは通すことができなくなってるんですけれど、最近、韓国あたりで、ビーズの指輪がとても流行ってるそうなんですね。お花の形のね。で私も、過去にその動画を上げているんですけれど、それがこの頃とても再生回数が伸びています。はい、そういう現象がね起こっていますね。材料がたくさんあるので、テートに取り入れたりできないかなと思って、ワイヤーを芯にして編んだりとかね、またビーズをつけたりとか、そういう形で材料をこう組み合わせる、そういうものをしたりしてますね。それとかもう長いことこういろんなことをしていますので、昔々にやったことが若い方、最近の方には新鮮に思えるんですよね。今言ったそういうビーズのね、お花の指輪だったり、こうパクパク小物入りとか、昔はガーゼのハンカチにこう冷水糸で縁取りを編みつけるのがね流行ってたんですけれど、それを毛糸でやってみたりとかね、そんなことをしたりしていますね。で過去に布で作ったものを毛糸でできないかなということで、チューリップの編み物をしたりとか、洗濯バサミの根っこ、これね、これ今手元にいたので、この中に洗濯バサミ入ってるんですけど、昔はこのちっちゃい普通のピンチですね、洗濯バサミで、布で作ったことがあるんですけれど、動画を撮るために大きいのが見やすいかなと思って、この大きなベランダピンチっていう洗濯バサミなんですね。お布団とか大きなものを挟むやつですね。お布団は無理かな、まあ、大きなものを挟む、それを編んだらなかなか可愛くできたかなと思いますね。大きいのが可愛いなっていうのがあります。なので動画を撮っている時に新たな発見があるっていうのもねありますね。編み方をいろいろ練習していて、先日はこのアフガン編みで円の編み方をやってたんですけれど、円アフガン編みはこう三角をずっとつながっていくような編み方をするんですけれど、6回三角をつなげたらまあ円になるっていう形なんですけれど、5枚までつないだ時にこれはどう見ても睡蓮の葉っぱに見えるよなと思って、睡蓮の葉っぱを編んだっていうのがありますね。また同じように鯉のぼりをアフガン編みで編んだんですけれど、あれも練習をしている時に小さいのを編んでたら、鯉のぼりに見えるなと思って、鯉のぼりにしたっていうことがありました、ね。そんな感じかな。あと季節のものをね考えたりするのも、楽しいですね。去年だったら七夕飾りをしましたし、季節のお花、まあ、今まででしたらカーネーションとかビオラとかね、そういったお花を作るのもとてもね楽しいです。
はい、次行きます。 H さん、編み物は1日何時間ぐらいされていますか？実際に形のあるものを編んでいる時間は、まあ、1時間か2時間ぐらいだと思うんですけれど、まあ、これならこれの、試作の時間がすっごい長いですね。もうこれでしたら、どこから始めてどのようにしていくかとか、顔はどう編んで耳をどこにつけるかとか、もう試し編みをしていることがほとんどですね。試し編み、そして次何をしようかなとか、考えたり、編み図を書き直したり、そういう作業をしていることの方が多いですね。はい、まあほとんど編んだりほどいたり、そんな感じだと思います。次、 T さん、動画で苦労したことや作成にあたってのポイントで、色使いなどのアドバイスを聞いてみたいですっていうことですね。苦労をするっていうのは、この今ここ固定して、カメラにね、固定してますよね。で、普段はここにカメラがあって、で三脚を立ててこういうふうにして編んでるんです。で、範囲っていうのはとても限られてるんですね、この手元の範囲。そこから、外れると、動かすとね、そこから動かすと画面からこう外れてしまいますね。で、ビデオのこのモニターっていうんですかね、ここでこう見ているのと、実際の自分の目で見るのとでは感覚っていうか距離感が違うので、ちゃんとこう編み目に入らなかったりするので、こう思わずこう引き寄せてしまうんですよね、見ようとして。そうすると画面から外れますので、見えないところが多くて残念ですみたいなね、ちょっとそういうコメントもね、たくさん来ます。はい、そんな感じです。はい、次いきます。 S さん、動画編集はご自身でされているのですか？はい、自分でしています。撮影も編集も、一人でねやっています。で、編集にはとても長いこと時間がかかります。まあ6、7、8時間ぐらいはかかりますね。で、撮ってるのはダーッとも SD カードに取りっぱなしにしているんですけれど、2時間ぐらい撮ったやつを、まあ、なるべく短くしようと思って30分とかね、そのぐらいにしようと思うんですけど、まあ私の動画はとにかく長いんですけれど、それでも、出来上がった動画が長いということは、撮影しているのもとても長いということになりますね。それを編集して、もういらないところをカットしたり早送りにしたりしていく作業がものすごく時間がかかります。もう一日ではできなかったりすることもね、何度もありますね。はい、で、やっと編集できたと思って、パソコンにね保存しようと思ったら、パパパパパーっと画面が消えてしまったりね、っていうふうなこともね、何度もあります。それは何なんでしょうね。もうたまにあるんですよね。はい、そう。そして次の方、T さん、棒針編みの裏技がありましたら教えてほしいです。棒針編みはね得意ではありませんので、裏技があれば私が教えてほしいです。はい、次、G さん、たくさんうちに毛糸があるみたいですね。自分では扱いきれない毛糸や糸があって、何か作りたいんですけれど、アイデアが浮かびませんということなんですが、毛糸の消費をするには、私が今まで、編んできた中では、引き上げ編みの座布団が一番よく毛糸を使いました。リフ編みもね、毛糸をすごく使うんですけれど、あれは糸を混ぜてしまうと、せっかくの花びらのね形が、うまく出ませんので、いろんな糸が混ざってもそれなりのものができるっていうのは、引き上げ編みの座布団、動画過去にありますけれど、まあ、最近だったらそれとちょっと似た感じで、モザイクグラニスクエアですね、これもすごく糸を消費しますので、座布団にするのはいいなと思いますね。あんまり大きなものはしんどいので、
まあ、座布団ぐらいだったら家族分作ってもいいかなと思いますので、そして糸もねたくさん消費します。細くてね使いにくい糸とか色がねうま、ん、すぎじゃないっていうような糸を全部こう引き揃えてしまってね、自分のオリジナルの糸が作れますのでね、それも楽しいと思いますので、系統を持て余せている方はね、ぜひそういうものも、作ってみてください。はい、そして最後に M さん、楕円形の作り目の数はどのようにして決めていますか。今まで投稿した中でお気に入り愛用品はどれですかっていうことですけれど、楕円形の作り目の数は感覚です。自分用にするのはもう適当なんですけれど、動画として作る場合はちゃんとこう何センチのものを作るとかいうのをね、決めないといけないんですけれど、難しいですね。その人その人によって手も違いますし、使う糸も違うので、何センチのものをきっちり作るっていうのはとても難しい作業になりますね。で、今までに投稿した中でお気に入り愛用品はどれですか。引き上げ編みの座布団ね、これ家族分作ったのと、あとちょっと販売したりもしましたので、結構座布団作りましたので、お気に入りっちゃお気に入りですね。座布団はずっとお尻の下で折りますのでね、はい、そしてこれが結構好きです。猫洗濯バサミの猫、この大きいのもいいですけど、小さいのももう一つ小さい形、中間ぐらいですね。普通のこういう洗濯バサミじゃなくて、物干し竿にこう止まるぐらいの大きさのね、洗濯バサミの猫も好きですね。これはお気に入りです。可愛いですよね。ほら、これたくさんの方がね編んでくださいました。みんなとてもね可愛いんですよね。で、ご自分の猫ちゃんに色を合わせたり、柄をね合わせたりして編んでくださった方もいますし、もうね白にこうして8割の猫にしてもね、とても可愛いですのでね、これ私も好きです。だからね、また編んでください。はい、これぐらいですかね、質問だけですね。はい。ちょっとね、長々とお話ししましたけれど、こんな感じで質問に答えていきました。はい、そしていよいよですね、最後に、お待たせしました、プレゼント企画です。プレゼントはね、何がいいかなと思ってね、とても迷いました。一つはこちら、はい、ダブルフックアフガン、ここに入っています。これはこういうものですね。こことこことにかぎ針がついてる、同じ号数のかぎ針がついた、アフガン針ですね。これと作品集の冊子、使い方のね、冊子がついています。これが、はい、キットじゃない、セットになっているのね。これに、普段私が使っているハサミですね。こちらの、はい。これとセットにします。で、これが5人の方。そしてこちらね。これもね、かぎ針なんですけれど、海外のかぎ針です。で、海外の方の動画を見ていると、こういうカラフルなね針を使って編まれているのを見たことがあると思います。なんとなくおもちゃっぽいなっていう感じもするんですけれど、これこういう感じのまっすぐのかぎ針ですね。フックがついてる、これが、2社あるんですね。こちらがボイっていうところ、ね、BOYE ボイっていうのと、こっちがスーザン・ベイツって書いてありますね、ここね。はい、号数がちょっと違うんですけれど、これが、3つありますので、これにそれぞれ先ほどのハサミね、はい、これをつけてこういう形でセットにします。
こちらが3名の方、このセットね、ハサミとかぎ針のセットしたものを、3人ね、3名の方。はい、そしてこれね、ガマ口なんですけれど、私が作ったものをいるっていう感じなんですが、まあ、このガマ口、これはもう出来上がり分です。はい、出来上がりのガマ口。そして口金、この小さいサイズの口金。そしてメジャーカバー。ここへタッセルがついてる動画をアップしています。で、リーフ編みで編むメジャーカバーね、これのこれで、どうしたらいいかなと思って、まあ、共同作業、私との共同作業としてやれるかなと思って、タッセルだけここつけようかなと思います。タッセルをつけておきますので、あとここリーフ編みで2枚ね、リーフ編みを編んでつなぐ作業をしていただきたい。タッセル案外面倒なんですよね。なので、私がここのタッセル部分を作ってつけておきますので、こっち本体を編むのは編んでください。毛糸はつけておきます。この部分ね、編む分の毛糸をつけておきますので、このセットこれを見えない。このセット、はい、メジャー、ここタッセルがついたやつね。それとこれの毛糸ちょっと今手元にないんだけど、で編み上がったガマ口と口金、はい、このセットを全部で7名。あの子だから作れるかな。まだ全然作ってないので、ね、ガマ口もちょっと危ないんですけれど、はい、7名の方、で全部で15人の方にプレゼントします。どうでしょうね。何を選んでいいかね、ちょっと。分からなかったんですけれど、こんな形でいいですかね。かぎ針どうかなと思ったり、アフガン編みしてほしいよなと思ったり、いろいろ考えて、でこの海外のかぎ針ね、ここストーンとしていますので、アフガン編みにも、ね、使えると思います。最近皆さんはここね、フック付きじゃないよ、グリップ付きのかぎ針を使われることが多いと思いますので、アフガン編みはこの部分だけでしか編めないので、ちっちゃいものしか編めないですね。それかブロックアフガンにする編み方だけになっちゃいますので、結構このぐらいに幅使えますので、はい、それにも利用できるのかなと思って、こちらの方ね、もっとたくさんね、数欲しかったんですけれど、全然売ってなくって、もう3人だけになってしまいましたけれど、はい、こんな感じでしていきたいと思います。はい、そしたら応募方法ですね。応募方法はこの動画の説明欄のところに、応募フォームを貼っておきます。そこから申し込みしてください。で商品の方は、どれが欲しい、これが欲しいっていうのは、できない、商品は選べないというのをご了承ください。抽選でね、私が選びます。はい、なので何が当たるのかは抽選日の時のお楽しみということで、よろしくお願いします。はい、そして、チャンネル登録はね、強制しませんけれど、登録してもらえたら嬉しいなと思います。で、国内にお住まいの方、住所がある方ですね。で、もし海外に住まれている方でも、お友達とか、ご家族の方が日本国内にいらして、プレゼントが送る先が日本にあれば、OK ということにします。はい、お一人様1回でお願いします。で、
締め切り日ですよね。締め切り日はちょっとどうしようかな、はい、締め切り日は6月の17日の水曜日にします。日本時間で6月17日水曜日の23時59分までに、送信してもらった、ものを、有効とさせていただきます。たくさんの応募をお待ちしていますのでよろしくお願いします。はい、このぐらいでもう言い忘れていることはないかな。そしたら最後にもう一曲、歌を歌って終わりたいと思います。よかったらね、手拍子などをしながらで字幕入れておきますので一緒に歌ってください。はい、何の曲でしょうか、どうぞ。今後とも私のチャンネルをどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。